紅葉、もみじは、主に落葉紅葉樹が落葉の前に、葉の色が変わる現象のこと。ただし、単に赤変することを紅葉と呼ぶ場合もある。一般に落葉樹のものが有名であり、秋に一斉に紅葉する様は観光の対象、ともされる。カエデ科の数種を特に紅葉と呼ぶことが多いが、実際に紅葉が鮮やかな木の代表種である。また、秋になる特茶や、 低木の葉も紅葉し、それらを総称して草もみじということがある。競技には赤色に変わるのを紅葉、黄色に変わるのを紅葉、褐色に変わるのをカチと呼ぶが、これらを厳密に区別するのが困難な場合も多く、いずれも紅葉として扱われることが多い。また、同じ種類の木でも生育条件や個体差によって赤くなったり、 黄色くなったりすることがある。歯が何のために色づくのかについては、植物学的には、歯の老化反応の一部と考えられている。なお、常緑樹も紅葉するものがあるが、緑の歯と一緒の時期であったり、時期が揃わなかったりするため、目立たない。ホルトの木は、常に、少数の歯が赤く色づくのが、見分けの目安になっている。常緑信葉樹だる杉やこの手頭は、 冬には茶色に変色する。日本における紅葉は、9月頃から、北海道の大雪山を手始めに始まり、徐々に南下する。紅葉の見頃の水位を桜前線と対比して、紅葉前線と呼ぶ。紅葉が始まってから完了するまでは、約1ヶ月かかる。見頃は開始後20から25日程度で、時期は、北海道と東北地方が10月。 関東から九州では11月から12月、初め頃まで。ただし、山間部や内陸では、朝晩の冷え込みが起こりやすいために、通常これより早い。赤は主に、七か窓、黄色は主にだけ寒場砂糖界での紅葉の、各段階普段、葉が緑色に見えるのはクロロフィルが含まれるからである。秋になり日照時間が短くなると、クロロフィルが分解される。これは、 植物学的には、葉の老化反応と考えられている。夏の間、葉ではクロロフィルが光を吸収して、活発に光合成が行われる。落葉樹の葉では、気象条件が光合成に適さない冬を迎える、前に老化反応が起こる。この過程では、光合成の装置などが分解されて、葉に蓄えられた栄養が幹へと回収される。翌年の春にこの栄養は、 再利用される。栄養が十分に回収された葉では、植物ホルモンの一つエチレンの働きによって、傭兵の付け根に理想ができ、枝から切り離される。これによって、無駄な水分やエネルギーが、冬の間に消費されるのを防ぐことができる。植物の葉は、カロテノイド色素などを使って、光の害から自分自身を守る仕組みを備えているが、 歯の老化過程ではカロテノイドを含む様々な分子が分解されるため、この過程を進める間も光による害から歯を守る必要がある。傭兵の付け根に理想ができ、歯で作られた糖類や網の酸類が歯に蓄積し、その糖から新たな色素が作られるとする続説は誤りである。紅葉、紅葉、価値葉の違いは植物によって、 それぞれの色素を作り出す能力の違いと、気温、水質、紫外線などの自然条件の作用による、酵素作用発現の違いが、複雑に絡み合って起こる現象とされる。歯の赤色は、色素、アントシアンに由来する。アントシアンは、春から夏にかけての歯には存在せず、老化の過程で新たに作られる。アントシアニンは、光の害から、 植物の体を守る働きを持っているため、老化の過程にある歯で、クロロフィルやカロテノイドを分解する際に、歯を守るために働くと考えられている。歯の黄色は、色素、カロテノイドによる。カロテノイド色素系のキサンとフィル類は、若葉の頃から歯に含まれるが、春から夏にかけては、葉緑素の影響により死認はできない。秋に、歯のクロロフィルが分解することにより、 目につくようになる。カロテノイド色素も光による害から植物を守るために機能している。紅葉の資金要因については知られているが、そもそもなぜ紅葉があるのか、紅葉の進化的要因、進化的機能については長らく研究対象となってこなかった。1999年に北半球の262の紅葉植物とそれに寄生する。 アブラムシ類の関係が調べられ、紅葉色が鮮やかであるほどアブラムシの寄生が少ないことが発見された。紅葉の原因となるアントシアンやカロテノイドはそれを合成するのに大きなコストがかかるが、直接害虫への耐性を高めるわけではない。またアブラムシは樹木のエリゴの実が強く、一部の種は色の好みもあるとわかっている。そのため、紅葉は 自分の免疫力を誇示するハンディキャップ信号として進化した。つまり、十分なアントシアンやカロテノイドを合成できる自分は、体勢が強いのだから寄生しても成功できないぞと呼びかけているとみなせる。アブラムシ以外の寄生者に対するハンディキャップ効果はまだ調べられていない。紅葉の進化的機能についてはまだ議論が続いている。モミジは、上代後の紅葉。 紅葉をするという意味の、もみつが、平安時代以降、濁音化し上に二段活用に転じて、も、水となり、現代はその、もみずの連用形である、もみじが、定着となった言葉である。秋口の霜やしぐれの冷たさに揉み出されるようにして、色づくため、揉み出るものの意味であるという解釈もある。もみじ狩り日本では、紅葉の季節になると紅葉を見物する行楽。 紅葉の名所と言われる場所、例えば、おいらせや日光、京都の社寺などは、降落客で溢れる。紅葉をめでる習慣は、平安の頃から始まったとされ、特に、京都市内では、多くの落葉樹が植樹されている。また、草もみじの名所としては、四万十川や尾瀬、秋吉台等がある。狩りという言葉は、 草花を眺めることの意味を指し、平安時代には実際に紅葉した木の枝を倒り、手のひらに乗せて鑑賞するという鑑賞方法があった。実際に枝を折り取って持ち帰る行為は森林窃盗罪となる。大阪府見直しでは、もみじの天ぷらがお菓子として定着している。日本において、古来より紅葉は和歌をはじめ、様々な芸術の題材となっている。 関連項目の項を参照。紅葉門は日本では、家門や、社寺の門にも使用されている。上流区下の菊亭家の家門や、浄土新州新州山本派本山の正常寺の寺門が代表格である。紅葉や紅葉が色づき始めるのに、非最低気温摂氏8度以下が必要。さらに、摂氏5度以下になると一気に進むとされる。 美しい紅葉の条件には、昼夜の気温の差が大きい、平地より、斜面、空気が汚れていない、適度な水分など光合成が行いやすい条件が、必要である。紅葉の名所には、蒸気の条件をよく満たす、高原、渓谷、標高が高い故障を、滝周辺に見られる。また、広い敷地、整備された庭がある寺社や公園にも名所が見られる。 社団法人日本観光協会は、約500カ所の紅葉スポットを紹介している。これを元にした日本紅葉の名所100選がある。日本国外にも、紅葉名所が多い。南アフリカ、韓国、台湾、中国、カナダ、米国、バーモント、修道、100号線沿いのホッグバック、3からの秋の眺めアルゼンチン、ニュージーランド、イタリア、英国、クロアチア、ノルウェー、フランス、他国籍、気象庁では、 全国の気象館所で統一した基準により、胃腸、カエデが紅葉、紅葉した日などの植物季節観測を行っており、観測する対象の木を定めて実施している。胃腸の紅葉日とは、標本木全体を眺めた時に、大部分の葉が黄色に変わった状態になった最初の日である。カエデの紅葉日とは、標本木全体を眺めた時に、 大部分の葉の色が紅色に変わった状態になった最初の日である。カエデは主として色はカエデを標本記としているが、色はかえが生育しない地域では山もみじ、大もみじ、板やカエデを観測する。ありがとうございます。